えー、2022年、えー、12月1日、えー、淡井圭介より、まあ日本列島の地図は、えー、まあ小学生用で、まあひらがなで、あのー、覚えれやすく、えー、こういうふうに、えー、表記してます。近畿地方や四国地方とか。まああのー、兵庫県、えー、結構大きいです。あのー、淡路島も含まれます。兵庫県内です。で、えー 関係についてなんですけども、えー、こちら神戸市西区などを見ていただけると、まあ、これかなり古いマップです。あの15年、20年ぐらい前かな、それぐらい前に購入したマップだと思いますので、まあ、ちょっとあの状況変わってるかもしれませんが、池がいっぱいあるでしょう。で、そういう風うなところって自然と水が集まってきてるところなので、畑に向いてます。あの水がたくさん貯水しているような気しますけども、あの えー、え、わいイいすより農業に、ああ、えっ、ー、と、あわいけって書いてなかったかな。まあ、なんせ、僕のホームページのアワイケいスの利益の30番台に、ぐらいに農業についてという部分がありますので、そちらで実際的に。 あのー、三田市の方の、えー、こういうふうな、あのー、ところが、実体的には水ちょろっと、あのー、深さが5センチか10センチか、まあそれぐらいしかないと。まあ水集まってきてちょうどいいんじゃないかと。まあ水田って呼ばれてましたよね。もともと田んぼとか。だからまあ、あの、夏場のことを考えたらちょうど良いと。まあそういうふうなことになります。で、中には、えー、深い、えー、池とかあると思いますけども、そこは、まああのー、海藻というか、海畜というか、まあ元か からコンクリートのところでしたら、まっ、あ、た水を、あのー、板を取って、水抜けるようなところは水抜いて、1回掃除して、きれいにしておいて、で、えー、絶縁体で蓋をして、下はコンクリート化されているのであれば、えー、蓄電池へ早変わりです、これが電力の、まあ、この中にいくつかそういう地点があるんだと思います。こ、まあ、これも現場見に行かかななきゃ本当のとこ分かんないですよね 例えば、ここ、とかね、あのー、いい線ついてるとか何かそういうふうな話、昔あったような気がします。いっぱいありますよ。神田町とかこの辺のところとかもね、あの、田んぼに適してるようなところ結構あります。神戸市西区で、まあ、これぐらいあると。まあ、 こちらは赤石市ですけども、赤石市もね、まあ、いくらかある。で、あのー、飲み水用の貯水池とかとして使用されているところもあるんでね、これ、なぜ池とダムの違いがあるかっていうと、大きさなんですよ。貯水量があの少ないところは池として扱われます。で、貯水量がある程度の量から、えー、ダム、あの、湖として扱われます。えー、湖とダムは同じなんです。だから一つの湖で何々ダムと とか、えー、何々泉と2つの名称が必ずあります。まあこういうことです。あの神戸市西区とあのまあ、こちらは加古郡ですかね。加古郡ここが神戸市こちらがえっ、ー、と赤石市がこの下で赤石市がこの辺りで、えー、この北の方はねあの加古郡稲南町っていうところですね。 まあね、あの、本当は向こう側よりも過去側の方が大きくて水量多いです。で、当然、あの、すべての日本中の河川を、ええー、制圧すると。まあ、しっかりとした発電を目指すと。まあ、こういうわけです。以上です。